界なんて飛び越えていく、そんな覚悟が今ここにある。難しいとこだけどね、何を選べばいいか。じゃあよろしくお願いします。さあやりましょう、よろしくお願いします。あーなるほどね、はい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 、いやきついねちょっと。あーまあだからこう、あーしてこうしてかで行くしかないか、とりあ、まああるいはうーん、ちょっと考えて動かないとな。これで、はい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 、ヴァンパイア、ヴァンパイアか、ヴァンパイアの勇気、さて、はい、3、2、何これ、ヴァンパイアの金属知らない。500くらい払って、デッキからヴァンパイア魔法トラップを1枚手札に加える。ヴァンパイアの、なんだ今。ヴァンパイアの領域、500くらい払って、通常に比べてもう一回召喚できる。ヴァンパイア、500ポイントアップ。ターンにして相手デッキから墓地を入れる。ヴァンパイアのピークを引いて、破壊する。闇、デッキからヴァンパイアの名付いて闇ですよ。あー、なるほど。デッキ、相手デッキからカードが墓地へ送れる。あ、やばいな。しょっちゅうあるぞ、そんなこと。カース・オブ・ヴァンパイア。エンドフェイス、はい、ドロー。お、あ、なにこれ、なるほどね、なるほどね、なるほど。マシン王の禁断契約書の効果で手札から DDD 会長アビス・ラグナロク守備表示特殊召喚。マジックカード発動。地獄門の契約書。で、ダキトさんいらっしゃい。ダウトさんいらっしゃい。どうしようかな。こいつかな。いや、待って、ちょっと待って、待って。6、8。こいつか。こんばんは、普通に探します。ありがとう。これは一旦しよう、面々必須。悪魔族融合決められた、こう。1で特殊化されたモンスターを含む融合、手札、フィールドから墓地へ送り、融合召喚。なるほどね。オーケー。よし。ペンドラムスケール、コペルニクス。で、8で、ペンドラムスケール、ニコラ。で、スワラールスライムの効果。で、融合召喚 DDD 劣化大王エグゼクティブエムテムジン召喚で、こいつは、DDD モンスター1体リリース、相手フィールドモンスター1体その除外する。なるほどね。あー、なるほどー、なるほどー。フィールドの GD モンスター1体リリース？でもこいつ今モンスター扱いになってないもんな。しまったね。これ順序間違えたくさいか、これ。
あ、間違えてんね、これ。あー、なるほど。なるほど、バトルフェイス。やべえ。マジでミスってる。ヴァンパイアデュークを攻撃。守備表示特殊召喚。構うものかいけ。攻撃力上がっても、なにあ、やばいわ、それ。ちょっと待って。払った分攻撃力が、なに攻守が、うわーって。そう、ライフ回復する。いった、吸われた。やばいやばい、しかも契約書、やべえ。禁断契約書と、地獄門の契約書のダメージ受ける。ペンダーソースケ。だ、これでいこう。無効にできる。その後、このカード破壊する。やべえ。アビスラグナロクじゃちょっと耐えられねえ。いやでも3000耐えら、いやまた効果使ってくるよね、これ多分。アンデッドモンスター、あいつもさ、戦闘使うとき、そうだもんねー。やばいね、これ。どうしよう、ちょっと待って。でも、結局ダメージ食らったら、マジでこの後、おー、なに？リンク召喚。ヴァンパイアファシネイター知らない。あー、こういう表示。やばい。あ、いや、なに、コントロール、あ相手フィールドモンスター一体、コントロール L、あ、なーにしまった、アビスヌ・ラグナロクの効果、使っておけばよかったかもしれん、これ。攻撃してこれだって、要は、さ、おぉ普通に死ぬ実は。そうだよね。これでライフ消滅したら死ぬ。あ、でもモンスターとの、だから。あ、だー、やばいわそうだったわ。全然ダメじゃねえか。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。気に入っていただければ、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いいたします。他にも、Twitter 等もやってるので、ぜひともフォローの方、よろしくお願いいたします。それでは明日の動画でお会いいたしましょう。うかことうかい東四郎でした。またねー。